車で商店街走っていると、俺の真向かいからおばはんやってくる。おばはんも自転車に乗っている。俺と一直線上こっちに向かってる。このまま行ったらぶつかるな、けど俺が避けると尺だし、おばはん右に避けるかな、けどちょっと左に傾いとんな。ほなしゃあない、俺が右に避けてやろう。こらこら、おばはん同じ方向に避けてどないすんねんな。ほんなら俺は左に、こらこら、おばはん真似すんな。あーぶつかる。あら、おばはん自転車降りた。230円になります。ほれ1万円札じゃい。1万円入ります。いちいち報告すな。9770円のお返しになります。ご一緒に数えてください。1、2、3、4、5。俺は子供か。お時間3分少々かかりますので、しばらくお待ちください。金ずっと取ってからさ、まだすっかい。それからさっき言うときはほんまにもう責任者出てこーい。バカ正直、バカ正直、組員をやっていた人がやってるハンバーガーショー。いらっしゃい、音として聞いてるのかな。さあ、それでは今日はいろいろと新規を今で聞いてもらいますが、まずはこちらからやってみましょう。ネタのワンダーランドのコーナー。まあこれも一括りにネタのワンダーランドと言いましても、いろんなネタをもう何十年もやってまいりました。まずはアワンはアワンはソーラーアワン。アワンアワン、さかなクンがかぶってるのがアパホテルの社長の帽子。アワンはアワンはソーラーアワン。ヤクザの背中に書かれてるのが QR コード。アワンはアワンはソーラーアワン。全力疾走の後でゆで卵とかね、マラソンのスペシャルドリンクがカス汁とかね、ショートケーキのイチゴの代わりに大トロとかね、味覚過敏、それどんなやねん、苦からアスパーって敏感やな。多分イレブン、それどんなやねん、多分セブンイレブンやと思うんだけどね、ひょっとしたらファミリーマートかもしれんな。余分イレブン、それどんなやねん、なんぼなんでも交差点に3軒は多すぎるで、どんなやねん、もう反発枕、それとね、さらにビヨンビヨン出れるかJR 航海、それとね、なんでこんなとこに線路敷いてしまったんやろな。ジットコースター、それとね、動きませんな。アルバム食のワンダーランド、食べることは生きることその1から、炎の麻婆豆腐。口の中マトーラーが折り重なるよ、スパクシー、マボ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 豆腐、今すぐ食べたい、飛んで食べたいマボ豆腐。たまらないのさこの辛さが、辛いだけじゃなく深い旨味、回し線の山椒さしびれる、ラワ唐辛子、ラー油の辛さ、レンゲでスプーンで味わえばじわじわ広がってファイヤー、白いご飯がパートナー、共にさ進め、痛いから汗拭き出し、気になる。さあ行ってみよう、マドラーが攻めてくるよ口の中、マドラーが夢にまで見る麻婆豆腐、マドラーが
ひ皆さんまた来年の方よろしくお願いいたします。今日はどうも年末の忙しい時にありがとうございました。良いお年をお迎えください。明るい未来。我が家に初めてカセットテープレコーダーがいたり、家族はお祭り騒ぎだった。それぞれの声を録音してみて、なんて変な声なんだって笑った。テレビの歌番組録音するときは息を殺してボタンを押した。だけど台所で母が洗い物をする音も入ったりした。からテレビが初めて来た日は近所のみんなが集まった。電子レンジがやってきた日は卵を爆発させた。明るい未来の僕たちは心のどっかが寂しくて背中を丸め